おはようございますミスターマイヤミさんそして動画をご覧の皆様今回はですね、えー、ミスターマイヤミさんから3つの質問を頂い,いておりますいいですね YouTube の再生回数を上げたりとかね YouTube で仕込んでいくただ量産するだけではなくて量産せっかくするんだったらちょっとした工夫で仕込みをねこの YouTube の中にいっぱい入れといたらあ後々ヒットした時に全部の動画がね持っていかれる要するに再生数が同時に上がるみたいな え仕込みがあるわけですよね。まあ、これが有効になるかどうかあ保証はありません。ただ何もやらずにやるよりもちょっとずつ何かね工夫を入れながらやるとその結果ってのが自分の YouTube チャンネルですから検証しやすいんですよね。えっ、ー、とねあいたくさんの人のノウハウってあるんですよ。たくさんの人のノウハウね YouTube のノウハウ。でもそれを真似たからといって自分の発信自分のテーマ自分の声顔こういうものとマッチしてるかどうかっていうのが また問題なんですの、ねまあ、で,すんで自分が発信したところによるとどんなものが受けていくのかってことを検証するのは自分の行動量の中から抜き出すのが一番なんですよね。えー、ということでノウハウコレクターになってしまうとですねなかなかうまくいかないという現象が起きてきやすいんですよ。 ノウハウコレクターではなくて、自分の行動量の中からノウハウを抜き出すというね、こういうふうな、私は作戦でやっております。これがまさにね、ロングテール作戦、ポまあ、プラス、凡事徹底作戦ですよね。ちょっと口が回んなくなってすいません。じゃあ、今回3つの質問、何があるかと言いますと、まずはね、タイトルですよね。 タイトルをどののよううにつけるのかといい問題でございますこのタイトルっていうのはやっぱり気を引いたりとか SEO 効果を出すために例えばね、えー、今回 YouTube のことについて3つのことを話してますけども YouTube というものを入れたりとかね、えー、YouTube で、えー、っと再生数を稼ぐとかね再生数みたいな気になるキーワードがありますよねそれから視聴者数が爆撃するとかねこういったものの中から何がいいかなって選んだところを YouTube の再生数を上げる、まあ、3つの ほにゃら,らみたいいいなな感じでいくとと見てもらいやすいかなと SEO 的なタグも入ってるしタイトルを見た時にあこれ見た,った方がいいかなと再生数伸び悩んでるから見ようかなっていう風になっていくとそんな感じもあるかなと思うんですよ。 そしてこれはねあの、マイキーワードなんですけども、私は速可塾という塾を運営してます。速可塾という言葉自体がもうすでにですね、えー、ネ,ットでネットで検索されるキーワードになってますんで、速可塾って入れるのも、なかなかね、いい SEO の入れ方なんですね。これはね、今まで私が7年間、毎日のように速可塾というキーワードで、いろんなところに発信して、いろんな検索をかけた結果、Google がもう速可塾というものに反応するようになったんですよね。だから相当埋め込んだってことなんですよ。皆さんもね、Google とか YouTube で、速可塾の即、 消して稼ぐのカって入れてで塾みたいに入れてみてくださいもしくは久保哲郎って入れてみてくださいもうサジストって言ってそのキーワードで検索された結果こうありますよっていうのがバッと出ると思うんですよこれは最初ありませんでしたからねやっぱ数年間ずーっと活動することによってできてくるんですよ、まあ、今おかげさまで即ってていう字を入れても サジストがバッとね、予測検索が出るんではないかなというふうに思ってますけども、私は自分自身で即解くとは久保哲郎で検索するのは怖くてできないんですよね。なんか悪口書かれてたらどうしようと思っちゃうとね、<laughs> なかなかね、検索できないんで、皆様が代わりに検索してください。よろしくお願いします。という感じで、タイトルの付け方っていうのは、えー、もう本当にね、サジストで出やすいキーワードを探すといいと思います。 どんなキーワードだったら検索するやすいかなと前回グッドキーワードっていうのを紹介しましたけどもグッドキーワードっていうもので1、えー、つの言葉を入れるもう1つの言葉を入れるそれによって予測検索がブワーッと出ると多いなと思ったらその2つの言葉を使ってタイトルをつけるのはいかがかなと思いますで関連でですね、えー、このタイトルの次にサムネイルってもの気になりますよねサムネイルってのは動画を見るときにそこにはめるスクリーンショットみたいな感じです本の なんか表紙みたいな感じですよね。YouTube っていうのは画面を見てタイトルを見てサムネイルを見てタイトルを見てって感じですかね。サムネイルを見てタイトルを見てその2つが自分の興味を引いたらクリックするみたいなね。そういう風な心理が働いてますんでサムネイルをいかにですね、えー、人の気を引くビジュアルにするかって、ビジョンにするかってことが大事になってきます。そうなると例えばね、えー、私ね、えー、実は数日前、えー、ナイト2 0 0 0 トランザム83年式があのアクセルがね動かなくなったんですよ、うん、で非常に原因はちっちゃいところで今もう解決したんですけどもこれをねそうなるとナイト2000がその車がですねボロボロになってもうなんかバラバラになってるところ画面をドンと出して買ったばかりのトランザムがナイト2000が走らなくなってしまいましたみたいなね サムネイルをつけると、もう本当かみたいな感じで見ていただけるのかなと思って今、ちょっとね、考えてるんですよ。まあ、そういうふうに、え本当みたいなね。あ、そうだったのとか、ざまあ見ろとかね。うわ、素晴らしいなとかね。もうなんか、サムネイルは、極端であればやるほどいいんですよ。ただ、あんまり極端にしすぎたりとか、釣り炎上みたいな感じになると、YouTubeJapan からちょっとね、却下される可能性がありますし、信頼をなくす可能性がありますので、私のやってるサムネイルの方法っていうのは、動画の中で私が、 お話ししている内容の一つの言葉を抜き出してそれをサムネイルにはめるってことが多いですそうするとですねあ内容はこういうこと言ってたんだっていうのが分かってもらいやすいんですよでサムネイルでドーンと表現しているのにその内容が全く出てこないもしくは全く違う内容で出てくるってなるとこれは反感を呼びますしそのことが分かった瞬間に動画を離脱されてしまうんですよね動画の途中離脱ってのは本当にね えー、再生数を狙ってそこにアドセンス奏者を狙っている人としては結構ねマイナスダメージになりますマイナスっていうかプラスにはならないんですよ、まあ、ですので最後まで見ていただく動画を作るというのが大事ですからやっぱりね誠実に内容は伝えた方がいいかなと思いますでトークの内容についてもですね結局私が何,何動画の内容を何をするかっていうのはあの視聴者さんが質問してきたりとか疑問に思ったりってことが分かるからその内容に即してお話してるんですよね例えばあ不安に思って いらっしゃるような内容とか、ああどういう風うに共産が考えているのか気になるなって表現があったら、私は正直こう考えてますみたいなことを話したりとかね、えー、何にもなければ世の中で流行っていること、要するに多くの人が反応していることに対して自分の見解をお話しするってことです。そうなんですよ。私ね流行り物とか芸能界のこと全くわからないんですけども、ただヤフーのトップページとかを見るとあのタイトルは出てくるんですよ。 タイトルを見て、あ今こういうのが世の中に流行ってるんだと思ったら、内容を見ずにそれについて自分の先入観で語るみたいなことをするんですよね。まあ、下手にね、記事の内容を見ると、その記事を書いた人の意思力とかバイアスがかかって、同じような意見になってしまいがちなんで、私は結構ね、記者さんの記事っていうのは見ないんですよ。タイトルだけなんですよ。タイトルっていうのは事実が書いてあるんですよね。そして記事の内容っていうのは、バイアスが書いてあるんですよ。どっちの方向に誘導したいかってことがあるんですよね。 ですから私はタイトルという事実だけを見てその事実に対して自分の先入観でどう感じるかっていうね解釈の力をお届けしています私の動画の内容っていうのはですから私の解釈なんですよねでなるべくあの世の中にない解釈流行ってない解釈を自分なりに見つけてその角度から切り込んでいくように してますね、まあ、ですので、独特ななんだろうなと思います例えば私の即可塾の中には自己否定論というのがあります。自己否定という言葉、これ世の中でもよく使われるんですけども、自己否定というのは人格否定じゃないよという話し方をするのは多分私だけなんですよ。 多くの方が自己否定すると自分が鬱になったりとかね自分の価値を見いだせなくなったりとかしてしゅんとしちゃうんじゃないのって不安を抱えてますけどそれに対していや自己否定っていう解釈はねまだ自分はチャンスがあるんじゃないかなまだ可能性があるんじゃないかなっていうふうにプラスを見いだしていく手法として自己否定っていうのを使うわけであって自分のやってることがだめだったとかね自分は失敗ばかりだとか社会には認められてないみたいな世の中でよく多くの人が解釈している自己否定とは違うんですよってことを話してるわけなんですよね。 考えればいいんだっていう風に気づきを与えることができるんじゃないかなと思ってますよねえ他にも、ね、いろいろと事例がありますんでお話できればと思います引き続きよろしくお願いしますいかがだったでしょうか今回はねあのこの動画の内容が役に立ったなと思ったらねグッドボタンを押すかグッドボタンを押していただきたいと思います <laughs> よろしくお願いしますそれでは失礼します